ベストセラーズチャンネル、今回は鈴木ひろきさんにお話を伺っています。パーソナリティは青柳まさみです。こんにちは、パーソナリティの青柳まさみです。ベストセラーズチャンネル、本日のゲストは鈴木ひろきさんをお招きしております。鈴木さんは超入門、失敗の本質、日本軍と現代日本に共通する23の組織的ジレンマ、こちらの書籍をダイヤモンド社より出版されました。鈴木さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらのですね、超入門失敗の本質という書籍なんですけれども、はい、売れに売れてるんですよね。そうですね、おかげさまでと言いますか、はい、こちら4月の5日に初版が発行されて、まだ3ヶ月も経っていないんですけれども、今116,000部。そうですね、はい、これはすごいペースなんじゃないですか。あの、出版社の方も予想以上ということで、はい、お話をいただいていますし、うん、書店様でランキングがあると思うんですけれども、はい、非常に多くの書店様でビジネス部門で1位あるいは2位をいただいていますので、いや、こちらの本ですね、まだご存じない方のためにちょっとご紹介をしていきたいんですけれども、もともと1984年に6名の研究者の方がですね、社会科学面での旧日本軍の戦史研究、こちらをまとめた書籍として発刊された本ということですね。もともとの本が失敗の本質、日本軍の組織論的研究という書籍ですね。はい、はい、こちらの本をですね、今回こういった形で超入門ということで、はい、鈴木さんまとめられたわけですけれども、はい、まずお伺いしていきたいのは、鈴木さんがこの本失敗の本質、こちらの本と出会ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。はい、もともと当然失敗の本質は以前に読んでいまして、はい、20代の後半ですね、手に取って何度か読んだんですけれども、非常にその素晴らしい本であると同時に、当時はそこまで、はい、日本全体が危機感がなかったので、この本 のエッセンス版を書こうという意識は全くなかったんですね、実は。はい、そういった意識だったのが、なぜ今、はい、執筆に至ったんでしょうか。はい、数年前からですね、日本が閉塞感、漂う状況になってきつつある中で、はい、失敗本質に書かれている内容とあまりにも似ている状況が今あるんじゃないかというふうに感じまして、調べていくうちにあまりにもその共通点が多いので、これは多くの人に読んでいただく必要があるのじゃないかと、そう判断したということですね。なるほど。今ですね、この失敗の本質に書いてあることと現代の日本に漂っている閉塞感に非常に共通点があるんじゃないかということをおっしゃってましたけど、はい、これがですね、この本の序章の中で書かれてるんですよね。はいはい、日本軍と日本企業に共通する明暗ということで、はい、分かりやすい図もついて説明してあるんですけども、どういった共通点があるかっていうところをちょっと、はい、ご紹介していただけますか。はい、日本軍がですね、以前戦争の時にですね、開戦の初期に関してはかなり快進撃とまでは言いませんけれども、非常にうまく作戦を遂行できたんですね。ところがその一点、ある程度相手とのですね、状況がその、混乱していく中で、劣勢になった後に非常に切り返しができない、負け続けてしまって、打開策を、見出すことができずに、最後は終戦を迎えたということがあるんですけれども、同じようにその、1970年代からですね、1980年代に関しては日本企業非常に世界中でマーケットを獲得しましたし、日本製品の評判というのも非常に良かったですよね。そうですよね。はい、ところがその、失われた10年20年と最近言われてますけれども、ここに来て打開策が見出せない日本企業の姿というのが、何度もニュースになってしまっているというところが非常に似てるかなと思います。そのことに気づかれたのは、はい、こう何か失敗の本質を読み直していて、そう気づかれたんですか。失敗の本質を読み直していたというよりは、はい、なぜ失敗の本質に昔書かれていたことがですね、今になっても実践できないのかと。30年近く前にですね、はい、6名の先生方がすでに明らかにしていることが、なぜ私たちがその、使いこなせないのかというふうな疑問がありましたから、その気持ちがなんとなく、それは難しいからではないかと、書籍がですね素晴らしい指摘があっても難しいことで、なかなか使いこなせないのかなというふうに思った次第ですね。今おっしゃっていただいたようにですね、もともと84年に出版された失敗の本質、こちらの書籍はその
ビジネスに携わる人であればぜひ一度は読んでおきたい名著として言われてはいるものの、はい、多くの人が手を出せずにいたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ、今回その本を現代版にある種跳躍のような形でですねアレンジされて出版されてですね、はい、非常に多くの反響があったんじゃないかなと思うんですね、はい、でそういった反響がこの刊行2ヶ月で4刷り11万6千部という結果につながってるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、やっぱりこの結果っていうのはこの本の内容と日本人の、まあ、今日本で働いているビジネスパーソンの方々が考えていることのが非常にこう一致しているところになるのかなと思うんですけれども、はい、そうですね、あの危機意識というのは皆さん非常に持ってらっしゃると思うんですけれども、うん、ではその今の危機的状況をどう改善するかという打開策が見えていないと思うんですね、うん、したがって焦りは非常に強くて、うん、皆さん責任感も強い方が多いので、はい、何とかしなければいけない、うん、どうにか変わらなければいけない、でも変わる方法がわからない、うん、というところですよね、うん、あのしたがってそのこの本に関しては単に書店でその手に取っていただいた方だけではなくて、はい、上司の方が部下に、うん、同僚の方が、自分の会社のですね、同じフロアの方に紹介いただくという流れが非常に強いようですから、うん、おかげさまでといいますかその多くの方が口コミで買っていただいている状況というのはあるみたいですね。口コミになっているということですね、はい、ありがとうございます、今回ですねちょっとお伺いしてみたかったのがこの本を書かれるにあたって非常にいろいろ苦労をされたというお話を先ほどお伺いしましてこの構想に半年間かけられたということだったんですけれどもこの本をじゃあ実際執筆されるにあたってはどういった形で進めていったんですか？あの当初はですね、はい、もう少しその、明確な解説本という流れで、うん、企画は進んでいたんですけれども、現状ですね先生方が書かれた書籍からですね、はい、一部のそのストーリーを抜き出した上で、うん、解説を続けていくという形式を少し試みてはいたんですが、これでは現代ビジネスマンが使うにはやはりまだ硬すぎるというふうな判断を最終的にしまして、どこまで跳躍のレベルを上げていくか、どこまでそのエッセンスとしての解釈のそのまあメモリをですね調整していくかということが一番難しかった部分ですね。なるほど。今ですねちょっと私この本をここに置いてですね見ながらパラパラと見ながらお話お伺いしてるんですけれども、全部で7つの章立てになってるんですよね、簡単にご紹介するとまず戦略性、2つ目が思考法、3つ目がイノベーション、4つ目が型の伝承、5つ目が組織の運営、6つ目がリーダーシップ、7つ目がメンタリティということでですね、非常にこう網羅的にその失敗の本質の書籍の内容をうまくまた整理されているのかなというふうに思ったんですが、この7つの章にたどり着くまでにはどういった思考があったのかなと思ってですね、はいはい、もともとその現状というのは、はい、6つの軍事作戦を分析した後で、うん、第2章第3章での、まとめと、はい、結論を書いているんですけれども、やはり各作戦ポイントとなる部分というのは非常に違うんですね。したがってその作戦というものを、時間軸から見てしまうとビジネス上のプロジェクトとはですね違う形でエッセンスが抜き出されてしまうんですね、はい、したがって逆に言えば、仕事で使うためには仕事を始めて仕事をその、中間の段階でチェックして組織に伝えてリーダーはどう動くか、あるいはリスクをどう管理するか、一連の流れというものがですねビジネスマン側から見やすいように、するためにあえてその7つのポイントを抽出させていただいて、作戦上の時間軸から逆に、横軸で、全てをですね、突き刺せるように、並べたという形ですね。なるほど。この7つの章の中でこう鈴木さんが特に思い入れのある章とかあるんですか？はいはい、ありますね、はい、2つあってですね、はい、1つはそのメンタリティの部分、日本人がその空気という存在によってですね、どう影響を受けていくかということについては非常に多く言われてますけれども、はい、この部分の一端をうまく、まあ、書いていただいている部分がありましたので、そこは構造化したということと、2つ目はその戦略性ですね、はい、戦略と戦術って何ですか、とビジネスマンの方にお伺いすると、はい、なかなか明確な答えが返ってこない。皆さん当然その言葉は知っていますし、なんとなくイメージはあるんですけれども、じゃあ明確な定義を教えてくださいと言うとですね、うーんと黙ってしまう方が多い、はい、
そういったこう戦略性の部分を戦略と戦術ということで明確に定義づけられて、はいはい、その部分は少しこだわりを持って書かれたということですね。そうですね、はい、ありがとうございます。本日のゲストは鈴木博樹さんをゲストにお招きしてお話をお伺いしていきます。先ほどのお話ですけれども、はい、戦略と戦術ですね、はい、この本の大きなテーマの一つにもなっていると思うんですけれども、はい、本当におっしゃる通り戦略と戦術、はい、私たち言われてもですねなかなかこうすぐに明確な回答ができないなと思うんですが、はいはい、何やら先ほどお話をお伺いしてたところこの本を出版されてそういったこう戦略戦術についての講演っていうところも、はい多くそういったご希望が寄せられているということですよね、はい、そういった中で、この戦略と戦術について鈴木さんはどういうふうにお考えなんですか？書籍の中ではですね、はい戦略というのは追いかける指標ということで定義はしているんですけれども同時にそのビジネスシーンでどう使っていただくかどういう役割かということをご説明する場合には、うん戦略というのはですね、自転車のこと、皆さんが漕ぐ自転車ですね、うん戦術というのは漕ぎ方だというふうにお伝えしています、はい、それはどういうことでしょうか？はい戦略が自転車と考えるとですね例えばその一つ漕ぐことによってですね5メートル進む自転車があると、うん一方でですねその他社はですね1回漕ぐことによって10メートル進む自転車を持っていると、うん、そういった違いがあるんですね、うん、戦略が違うことによって同じ回数漕いでも進める距離が違うとそれが戦略の違いですね。この本の中でも、はい、その米軍と日本軍のですね、はいはい、戦略の違いによって日本軍はいくら努力をしても目的にたどり着けなかったということが書かれている箇所がありますけれども、はい、まさに今の日本企業もそういったジレンマというかですね、はい、そういったところに陥ってしまっているというお考えなんでしょうか？そうですね過去1回漕ぐことによって5メートル進んだ自転車が今2メートルしか進まなくなってしまったと、うん、あるいはそのさらに短くなってですね1回漕いでも1メートルしか進めないという状況が生まれつつあるんですけれども多くの日本のビジネスマンの方あるいは経営者の方というのは非常に真面目な方、うん、あるいはその努力ができる方が多いので多少自転車が進まなくなってもですねどんどん漕ぎ続けてしまうんですよね、うん、でさらに進まなくなってもですね、社員も含めて経営者の方も含めて徹夜で漕ぎ続けると、うん最終的に倒れてしまう寸前までですね、進まなくなった自転車を漕ぎ続けていることが多いんですけれども、はい、逆に戦略を変えるということは自転車が一漕ぎで何メートル進めるかということを考えていくことなので、うんうん、日夜漕ぎ続ける眠る間も休んで漕ぎ続けるよりは1回漕ぐことによってですね10メートルあるいは100メートル進めるような、うん、新しい自転車を見つけましょうということが戦略の、まあ、転換ですよね、はい、なるほど。今ですねお話をお伺いしていて鈴木さんの個人のご活動に非常に興味が湧いてきたんですけれども、はい、プロフィールを拝見したところ MPS コンサルティングという、はい、こちらコンサルティング会社になるんですか？そうですね、はい、こちらの代表されているということなんですけれども、はい鈴木さんは日頃このご著書のご執筆のほかにどういったお仕事をされてるんですか？はいまあ、肩書きにあるようにですね、はい、企業のコンサルティングをしているんですけれども、はい、特に、まあ、順番といいますか流れとしてはですね売上の改善をさせていただいてマーケティング等によってですねそれによってその、はい組織を変えていく、うん、組織を変えていくことによって今度は意思決定あるいはその商品開発の部分のお手伝いをさせていただくような、まあ、裾野から、上流の方へ上がっていくような仕事をさせていただいています。じゃあこうそういったお仕事の中でいろいろな組織を見ていく中で、はい、今回のこの失敗の本質、はい、超入門ですねこちらの書籍の執筆につながっていったという形なんでしょうか？はい、はい、特に先ほどの自転車を漕ぐというまあ、構造のイメージをお伝えしたと思うんですけれども、はい利益率が下がっている会社も非常に多いと思うんですね。なぜじゃあ利益率が下がっているかというと努力はしています。過去と同じぐらいですね社員の方一生懸命頑張っていらっしゃる。しかし、なぜ同じ努力をして売上が上がらない利益が残らないのかということはですね戦略がどんどん劣化してきていると、うん、そういった部分にその目を向けないでですね問題解決を図ろうとすると、まあ、いわゆる自転車操業ではないですが、うん、皆さん漕ぎ続けるだけになってしまいますので、うん戦略を変えていく、うん、一漕ぎでどれぐらい走れるかという自転車を見つけながらですね、うん、同時に漕ぎ方も皆さん含めて改善していくということが非常に自然な流れ、うん、あるいはその自然にその利益が出つつですね売上も改善していくようなことになるかなと思っています。なるほど。
まずは戦略の部分を見直そうというのが一つのメッセージであるということですかね。そうですね、漕ぎ続けることも重要なんですけれども、漕ぎ続けながらですね、戦略を見直す、自転車の一漕ぎで走っていける距離を考えていくということが大切だと思っています。なるほど、ありがとうございます。今のお話ですね、非常にこう戦略の重要性というところがあったんですけれども、今回ちょっとこの書籍の方に戻りまして、せっかく戦略を立ててもですね、実際それが組織で広がっていかない現状というのが、まあ、日本企業の中にあるのではないかと、そしてそれと同じ状況が旧日本軍の中にもあったということが、失敗の本質、こちらの本でも述べられていたということが書いてあるんですけれども、この組織の中で誰かがこうイノベーションを起こす、あるいは現状に疑問を呈する、でもしくは新しい戦略を提案していくっていったことの中で、日本企業がこれから伸びていくためには、そもそもその戦略が広がっていく土壌がなければいけないわけですよね。そういった組織に今後転換していくためには、どういった転換が必要だと思われますか。大きくは2つあってですね、はい、1つは、まあ、リーダーの方、あるいはその上層部の方、経営者の方が自分の考え方が間違っているかもしれないという着想をまず持つことが必要ですよね。自分の考え方が間違っているかもしれない、はい、つまりリーダーの方が間違った条件をですね、組織全体に適用することで、結果的にその違った戦略を追いかけている、組織全体で間違った方向性に向かって走っているということですよね。それが起こっている可能性があるということが1つ、もう一つは先ほどの自転車とあの漕ぎ方の件でも同じなんですけれども、はい、一生懸命漕ぐ方法をですね、非常にたくさん工夫していく、例えばその二交代制でやる、あるいはその漕ぎ方がうまい方を連れてくる、いろいろあると思うんですが、やはり戦略の部分を転換することで、はい、ずっと楽に利益を出すことができる、あるいは組織全体を発展させることができるということで、イノベーションを見つける組織になることが大切だと思います。はい、イノベーションを見つける組織になるためにはどうしたらいいんでしょうか。はい、これはあの書籍を読んでいただきたいところがあるんですけれどもあの結局はですね、追いかける指標と書いてありますが、これまでと違うもの、これまでと違うその要素を持った商品開発を進めていかなければいけないと思うんですね。最近あの、お豆腐の中でですね、ザク豆腐という豆腐があのニュースになったと思うんですけれども、ザクというのはあのガンダム、ガンダムのザクですね。はい、あのキャラクターを、モチーフにした、お豆腐が生まれているんですけれども、発売2ヶ月半程度で100万個売れているんですね。で、通常のそのお豆腐では、ヒットの基準が5000個になっていますから、桁違いですね。桁違いですね。はい、これまではあの日夜ですね、同じ自転車を漕ぐことで、5000個のヒットの商品があのカテゴリーでですね、100万個が売れるかといえば、おそらくありえない話だと思いますよね。営業の方がいくら努力をしても、5000個のマーケットの中で100万個売ることは難しいはずですから、先ほどの戦略のイメージと同じように、1回漕ぐだけで100メートル進めるような自転車を見つけたということですよね。したがって努力をする方向性を変えるということですよね。まず一つ目が、経営者が自分が間違っているかもしれないと常に自問自答するということですね。でもう一つは、努力の方向性を変えてみる、はい、この二つがイノベーションを生み出しやすい組織を作っていくためのポイント、はい、ということですかね。はい、非常に勉強になりましたありがとうございます。まだまだお話をお伺いしていきたいんですけれども、鈴木さんがですね、この本の中で伝えていきたかったメッセージについて最後、少しお話をお伺いしていきたいんですが、この本のメインのメッセージは、おそらく失敗とどう向き合って、その失敗の構造を分析して、そこからこうイノベーションを生み出していくかというところを、日本全体が考えていかなければいけないというのが大きなメッセージなんじゃないかなと私は捉えたんですけれども、鈴木さんが考えるこの失敗と向き合って、しっかりと構造を分析してイノベーションを生み出すっていうのはどういったことなのか、最後にちょっとお伺いできればと思うんですけれども、あの成功にも失敗にも理由はあると思うんですね、当然。その中で失敗の構造を知るということは、私たち自身が過去成功した理由ということを追求することにもつながると思います。もう一つ、あのこの本全体のですね、最大のメッセージというのは、日本企業と日本人ビジネスマンが諦める必要はないんだよということですね。なるほど、やり方さえあのきちんと構造を間違えなければ、まだまだ成功する要因はありますし、日本人はもともとイノベーションを多数成し遂げてきた
国家ですし、その意味ではですね、私たちが忘れてしまっている成功の要因、成功の本質というものを、失敗の本質を理解することで思い出すことができるというふうに私は考えています。だからこそ最大のメッセージというのは、日本人は諦める必要がなくてですね、これからチャンスは山ほどあるので、それを一緒に探っていきましょうということですね。なるほど、これからチャンスを一緒に探っていきましょうということです。非常に心強い、力強いメッセージをどうもありがとうございます。鈴木さんのですね、その他のご著書も最後に少しご紹介していきたいんですが、さっきザク豆腐というお話があったのと同じようにですね、実は鈴木さんはガンダムに関する、これは組織論の本なんですか？はい、ガンダムに関する組織論の本とですね、ガンダムに関するその部下指導の本を書いていますね。なるほど、部下指導、部下を指導する本ということですね。少しタイトルを紹介させていただくと、まず1冊目がガンダムが教えてくれたこと、1年戦争に学ぶ勝ち残る組織の作り方、そしてもう1冊がシャアに学ぶ逆境に勝つ仕事術、時代を駆け抜けた赤い彗星のリーダーシップですね。こちらどちらも日本実業出版さんから出版されています。こちらももしよろしければ合わせて読んでみていただけるといいのではないかなと思います。それではですね、いろいろとお話をお伺いしてきましたが、今日はダイヤモンド社より超入門失敗の本質、日本軍と現代日本に共通する23の組織的ジレンマ、こちらの書籍を出版された鈴木博樹さんをゲストにお迎えしてお話をお伺いしました。鈴木さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。